日の試合から振り返って、感想をお願いします。今日は、大きな会場ということで、緊張もあって、自分通りの動きができなかったっていうのが、いけなかったとこかなと思ってます。今日の試合は、10点か20点ぐらいですね。これでも修正会で平選手を選んだことに迷わず選んだってことはその自信がある。今回龍也くんが負けちゃったんで、借りはしっかり返さないといけないんで、最初から平野選手と戦うとは決めてました。今日試合の中で良かった点というのはどういうところでしょうか。今日は良かったとこはあんまないですね。平野選手と佐々木選手の試合を見てどんな印象を持ちました。そうですね、龍也君は今日最初からすごい動きが良くていけると思ったんですけど、結果が龍也君が負けちゃったんで、自分が借りは返すっていう気持ちでした。そうですね、やっぱり今日の試合もそうなんですけど、やっぱり大晦日っていうダイナマイトっていう大きな舞台なんで、今はすごい楽しみですね。そうですね、空手の時からトーナメントとかは試合やってたんで、トーナメントについては気にしてないです。去年の大晦日って何をしたか覚えてますか。去年は会場に応援に来てました。その時、今年は出てやろうみたいな。そうですね、やっぱり出たいっていうのが一番ありました。去年は龍也くんの応援に来ました。では終了します。ありがとうございました。